皆さん、こんにちは。現在のセリーグは巨人が首位に立っているものの、2位の阪神がわずか 0.5 ゲーム差で猛追中。最下位のヤクルトまで含めても4ゲーム差の中に全チームが収まる大混戦となっています。しかし対するパリーグはソフトバンクホークスが首位を完全に独走中。4ゲーム差に6球団が収まっているセリーグとは対照的に、消化試合数が30試合台にもかかわらず2位の日本ハムに5ゲーム差をつけ、最下位の西武ライオンズは12ゲーム差、11日時点。ライオンズはもうすでに自力部位が消滅しそうになっています。今季圧倒的な強さを見せるソフトバンクや、若手中心で快進撃を見せる日本ハムがいる中、昨季、3年連続優勝を達成したオリックスは5位、勝率4割5分を切る事態へ突入しています。そこで今回は、オリックスの現監督である、中嶋聡監督の退任の噂についてご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。今季パリーグは完全にソフトバンクの独走状態が続いており、ここまで23勝9敗2分けと圧倒、5球団全てに勝ち越しており、勝率6割のチームすらいない中、唯一の7割台を誇っています。チーム防御率も驚異の1点台で、得点数、盗塁数、失点数などあらゆる点で12球団1位となっています。選手個人成績ももちろん抜けており、近藤健介選手は3割2分5厘で打率1位でありながら、本塁打と打点ランキングも5位以内をキープ。新戦力山川穂高選手は本塁打と打点との2冠、柳田悠岐選手も打率3割6厘4本塁打56打点、出塁率4割2分5厘で現在1位の OPS8割7分6厘を記録するなど大暴れ。今年はここまで防御率1点台の先発が9人いるなど、飛ばないボールへの変更も噂されるほどの投高打低のシーズンですが、ソフトバンクだけは例外のように打ちまくっています。対して昨季3連覇を達成し4連覇を狙うオリックス・バファローズは5位と低迷が続いています。昨季はオリックス・ブルーウェーブとしては25年ぶり、近鉄オリックス・バファローズとしては初となる2021年の優勝から3連覇を達成、黄金期を築いている真っ只中でしたが、現在は一転したように借金生活、4連覇を狙うシーズンでしたが、ここまでは完全にソフトバンクにその座を明け渡している状態です。チーム防御率がリーグ2位、奪三振数は1位と優秀ですが、得点数がリーグ5位、チーム打率も4位で勝てていない理由が明らかです。さらにエラー数は12球団で最も多く、12球団最少の広島カープとはすでに10以上の差がついています。ここまで勝てていないオリックス・バファローズ、チームが勝てていないとなると、やはり責任が降りかかるのは監督です。そんな中嶋監督に首の噂が出ているそうです。昨季まで優秀な成績を残しており、昨季の最優秀監督にも輝いた中嶋監督、今季の成績は芳しくないですが、一体なぜこのような噂が出ているのでしょうか。中嶋監督に首の噂が出ている理由をご紹介します。理由1、怪我人の多さ。まず1つ目は怪我人の多さです。オリックスはリーグ3連覇を達成しただけあって、戦力は揃っているチームです。投手陣では2桁勝利を達成した宮城大弥選手や、53試合を投げて防御率 2.08 の山崎颯一郎選手、49試合で防御率 2.70 の阿部翔太選手、46試合で防御率 1.17 の宇田川優希選手、劇場型と呼ばれながらも42試合に登板して防御率 1.13 の平野佳久選手などがおり、野手陣にも首位打者となった頓宮裕真選手や、チーム最多の18本塁打を放ち、打率も2割9分4厘と高い森友哉選手など優秀な選手が揃ってます。しかし今季のオリックスは怪我人が続出、特に投手陣の離脱が多く、今でも宮城大弥選手、平野佳久選手、山岡泰輔選手、比嘉幹貴選手、小木田敦也選手などが抹消されています。黄金期を築いた中嶋監督でしたが、その代わりとして選手の体が悲鳴を上げていたのです。このままではさらなる離脱も大いに考えられます。ソフトバンクなどを例として、黄金期を築いたチームはだんだんと怪我人が増えるイメージがありますが、オリックスもその例に漏れず故障者を続出させて
勝ちを逃しています。理由に、選手の引き止め、オリックスの今季の低空飛行の理由には、昨季終了時点でメジャーへの挑戦を表明し、現在、大谷翔平選手と同じ、ロサンゼルスドジャースでプレーしている、山本由伸選手などの離脱が影響しているでしょう。山本由伸選手は昨季、史上初となる4年連続の投手4冠、勝利数、防御率、奪三振、勝率5達成、MVP、沢村賞にも輝き、今や日本を代表する投手となりました。加えて、チーム2番目の11勝を挙げた、山崎福也選手が FA で日本ハムに移籍。その前にも、現在ボストンレッドソックスでプレーする、吉田正尚選手がポスティングで渡米するなど、少なくない選手がオリックスを離れています。これは、もちろん選手の思いもあるでしょうし、それを受け入れる球団や監督の心もあってのことですが、優秀な選手が出ていくというのは、チームにとっては単純なマイナスになります。この選手たちの引き止めができていないという点も、中嶋監督のマイナスポイントとも見ることができるでしょう。理由3、今季の成績。そして何より、こういった理由が重なり、現在のオリックス・バファローズが、勝てていないというのが一番の理由です。2020年に一軍代行監督に就任し、翌年から3連覇を達成するという、この上ない結果を残している中嶋監督ですが、前述したように、現在は5位に沈み、勝率も4割4分台と低迷、借金は4を数えます。チーム打率はリーグ4位、チーム得点数は5位、エラーの数はワーストで、チーム防御率1点台のホークスの次に高い防御率を、全く活かせていない状況です。中嶋監督の采配だけでは、どうにもならない問題かもしれませんが、チームの成績は監督の責任です。果たしてオリックスは、ここから立ち直ることはできるのでしょうか。いかがでしたか。今回は、黄金期を築くも、現在低空飛行が続いているオリックスの、中嶋監督の首の噂についてご紹介しました。オリックスは現在不調が続いており、チームの中心打者だった吉田正尚選手や、エース山本由伸選手、ローテ投手の山崎福也選手、山本由伸選手からチームの精神的支柱と言われていたキャッチャーの伏見寅威選手が FA やポスティングでチームを去っています。その中でもチームを組み立てて結果を出してきましたが、このままの成績が続くと退任の可能性も現実味を帯びてきます。オリックスは今かつての不人気球団から脱出するチャンスを得ています。そのためには何としても勝たなければなりません。果たして中嶋監督はここからチームを立て直すことができるのでしょうか。これからのオリックスの動きに注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。